皆さんこんこにちは ICT そしてアクティブ・ラーニングそして e ポートフォリオと3つのキーワードで東門通高校は展開されています私何回か行かせてもらったんですが、まあ、あのその風景という、まあ、端末を持ってですね必ず話し合いあるいはみんなで知恵を出し合うというような場面がいろんな場面でありましたでこれはあの英語でしょうか えと不停止のところでその使い方についてちょっとみんなで考えようとかそんな感じです。で先生ももう75%ですよね先生がもう ICT 先ほど吉田先生がご指摘になったようにまず全体で使ってその中でアクティブラーニングという形こう流し込んでいこうという形で今展開をしております。で あの勝田先生とも一緒によく話をするんですけどもやっぱりいくつかの踏まえるべきということを特に先生方でリフレクションやるトータルプラン委員会というところでですね一緒に考えているわけなんですけども、まあ、左側のアクティブラーニング教室こういうのが一つ条件としてあるだろうでラーニング教室がなかったらやっぱり机の向き顔の向きっていうのがやっぱり非常に重要だからここを考えましょうということです。そして次に ごめんなさい主体的に考える時間というものを設定しましょうそして共同で考えましょうそして右上はきちっとした成果を出しましょうその成果がきちっと蓄積されてあとで見えるか見える状態に ICT を活用していきましょうということですそしてさりげなく右下に勝田さんが映ってますけどもあれはあのラーニングピラミッドですね という形で教員研修をしながら常にいろんな人のアイデアをもとにうちの学校でのアクティビットラーニングは何だんだろうという展開をしていきましょうということです。えー、とご覧のように今まで従来であれば先生がまあ話をして先生が発問してまあこうして最後にドリルやってという特に縦の線ですね主体的なあの取り組みここでは主体的学習という。 と考えてますけども学習負荷から考えると端末が一台あってそれについて自分は考えて先生の発問設定に対して答えを出さなくちゃいけないその時間が5分でも10分でもあるとかなりこの図のように一人で試行錯誤するで仲間と考えるそしてグループで検証する最後にもう一回自分でこう定着するというこういう,こう特に 縦の線というものをしっかり意識するのがこれがアクティブラーニングの特徴ではないかなというふうに考えていますですから環境があることこれは東坊津高校はできております次に主体的な学びここを今チャレンジしているところなんですけども話し合いはもう大体できていますアウトカムもきちっとできていますで振り返りの教員主題ここが一番しっかりできてますねそれは勝田さんの力だと思うんですけども で今一番課題となっているのが主体的な学びなんですけどもここで物理の先生が言ったんですねこう集団で4人ぐらいでやるとやっぱり主人と奴隷の関係ができちゃうとそれはちょっとまずいだろうとで,ですからここでやるときに今ある知識をそれを例えば「負か「考えイエス」か「ノー」で答えれるような問いをするあるいは選択できるような問いをする。 最後にはかなりレベルが慣れてきた上がってきたら、えー、この意見を述べるという展開をするということですねそしてこれが次の集団の活動につながっていくというそういういわゆる平等性というかどのレベルのクイック・ラーナーもスロー・ラーもーも共にその集団で話し合う共同で考える場面に移行できるような工夫ここがやっぱり 生徒をよく見てる先生のすべきこと ICT の使うべきところじゃないかなと思うんですそして最後にあのこの学校は、えー、ムードルとマハラを使ってるんですがさりげなく e、えー、ーポートフォリオとおっしゃってますけどもあのこの子がですねちょっとごめんなさい高校生じゃちょっとちっちゃいですけど、えー、なぜで,できるようになったんだろうというところ実はこれ 学び方を学ぶという新しい指導要領の方向でそこには、えっと、自分が主体的に考えたそこをちゃんと構成した、まあ、教育構成主義とも言いますけれどもそういう形で展開をするで近頃はリフテイティブ・ラーニングであるとか、えっと、パフォーマンス評価であるとかいろいろあるんですがこういう形で、えっと ただ単にやるじゃなくて、この方法で私は覚えようという形で、将来、将来の学習につながるような自分への信頼というものをきちっと返していくという、それを ICT のシステムで展開しようというところに特徴があります。あと、1年ありますけれども、見事な高校でのアクティブラーニングのショーケース、e ポートフォーリオのショーケースを出していただきたいなと思っています。